ボートピア名古屋は愛知県名古屋市港区にある協定場外発売場である2006年8月22日スーパーマーケットケイヤの跡地にオープンオープン当初から昼開催の競争とナイター競争の最大4馬の併売を行ってきたが2012年9月19日より最大5馬体制に変更された昼開催の競争については トコナメ協定場で競争が行われている時と場外発売をしている場合にはその競争の船券を発売している。トコナメ協定場が休みの時には主に東海地区の協定場が全国の GI 競争等の発売をしている。ナイター競争についてはガマゴウ協定場の発売が中心となる。発売前競争で独自の出走表を作成している。 船券の締め切りは本場の2分前である。周囲から自家用車で船券を買いに来る人間が多く、常に向かいの駐車場が満杯になっている。同時に東へ100メートルのところに休憩や時代からある専用駐車場も併設しているが、30分ごとの駐車料金が向かいの駐車場より非常に高い。ボートピア名古屋の開業により、築地口周辺は 人の往来が多くなっている。施設管理者の名古屋港開発株式会社は、名古屋港を拠点とする運輸、倉庫業、橋本運輸の関連会社。外装は立派である。1階は体育館のような大きなスペースの中に、インフォメーションと定食等が食べられる食堂があり、5場分の出走表、払い戻し金、成績を表示する、モニター、 有料のコインロッカーが設置されている。そして、エグゼクティブシート、エグゼクティブルーム、プレミアムスイートというオープンした当初はなかった豪華で落ち着いた有料の指定席や部屋がある。そのために駐輪場は以前よりも狭くなった。2階は有料指定席のゴールドシート、3階は有料指定席のプラチナシートがあり。 船券の自動発売払い戻試験容器と一般席、売店、喫煙ルームは2階、3階ともにある。また、トイレと飲み物の自動販売機は1階から3階まですべての機材端にある。ボートピア、名古屋会員は利用する1週間前から電話予約ができる。なお、非会員はインフォメーションで直接申し込むことになる。17時以降に利用する場合は、 ナイター割引料金が適用される。1回2回3回1回会場時間は10時である。ボートピア名古屋の特徴の一つとしてイベントが多い。元選手がレース予想をする協定教室、現役選手によるトークショーやサイン会、数人のグループ同士対抗による船券予想大会、ボートピアガールズオーディションの実施など、上記にあるように協定教室がある。これは、 主に優勝戦が行われる日の10.1112レースのコースの侵入や1マークでの展開の解説、船券の3連単位予想などを元協定選手が講師となって行っているものである。主な講師は、床波協定上イコール吉田博明、釜郡協定上イコール谷川博之、その他の協定上イコール深見浩二、鈴木実るなど。なお、発売している。 協定上によっては、上記以外の元選手が行うこともある。また、予想するレース数も異なることがある。なお、行われる場所は2階のゴールドシートのある部屋の出入り口付近である。2007年4月より、東海地方で有名なタレントで協定好きでもある、宮地有希生をテレビやラジオなどの CM に採用していた。2010年4月からは、 マスコットキャラクターとして、船犬がお目見えした。これは、勝ち船投票犬。つまり、船犬と、魚の、船と、犬をかけたもので、体は犬だが頭が、船というもの。鳴き声は、ワンワンではなく、カウカウとなっている。2012年より、高島かほが、イメージキャラクターを務める。郵便番号455-0037。 名古屋市港区名校1丁目13番21号ボートピア。名古屋独自で競争結果等のテレホンサービスを行っている。ありがとうございます。